はい、始まりました。グッドラスのゆるまゼミ。今回は、その第139回ぐらいです。この動画の内容は毎回一人一冊の書籍を紹介し、それを残りのメンバーと議論し、知恵を深めるタイプの活動です。この動画は音声ですが、SNS に貼ると参加者のマイクをつけた画像を見られます。この動画の下にある URL をクリックして、ぜひ SNS に参加してみてください。あと、まあ、いいか。強引にマイマリッチスクールの宣伝をしようとしたからやめとこう。はい。じゃあ、そこまで言ったのに。いや、婚活サロンでマイマリッチスクールっていうのをやってるんで、皆さん、マイマリッチスクールスペースグッドに貼せて、YouTube なり、Google を検索してくれれば、僕が運営している、僕と5人の専門家で運営しているサロンで、そこに入ると結婚が著しく近づきます。はい。ぜひよかったら。じゃあ、そう、今回はグッドいう博士のユルファーゼミと。で、自己紹介でメロンさんどうぞ。メロンです。本日の発表者のメロンです。みどりんさんです。みどりんです。カンナさん。カンナです。はい、はい、ちなみにメロンさんって綴りが違うんですよね。はい。メロンっていう綴りが果物のメロンじゃないっていう。単純に間違えてずっとそれを使ってました。 OK! じゃあお願いします。 はい、本日の本は、仕事に追われない仕事術、マニアーナの法則完全版。手品ができる子供の2人じゃないですよね。あ、それ何でしたっけ？いや、それ言うと恥ずかしいからやめておきます。 そうじゃないですね。あ、じゃないですね。ちょっと違いますね。はい。著なん者でこの本を選んだんですか？が、この本は、博士のゼミ生に読んでほしい本リストの中にあって、はい。あと、なんか個人的にいつもなんか仕事に追われてるなと思って、確かにちょっとね。どうにかしたいっていう気持ちが。あります、僕も。仕事に追われない仕事術。いいですね、これ、響きが。はい。お願いします。はい、これにしました。で、著者がマーク・ホスターさうん。ん。役者は青木貴雄さんはい。です。このはい。著者の紹介とか。ありますね、ここに。あ、あります。ありがとうございます。マーク・ホスターさんは英国のビジネスコーチ、主に企業幹部、個人事業主を対象に仕事の能率に関する独自のコーチングを行う。本書はい。の原書、Do It Tomorrow and Other Secrets of Time お Management は、お。画期的なタイムマネジメントの書としてベストセラーになった。明日やれと。それはい。と、時間マネジメントの他の、なんか、なんだろうな、コツっていうか、秘密ってこと？そうですね。うん。なるほど。はい。明日やれ。はい。明日やれ。で、役者が、まあ、役者いいですかね。青木貴雄さんね。青木貴雄さんでうん。まあ、いいですよ。別に言わなくても、言ってもどっちでもいいです。す。はい、大丈夫です。はい。はい。で、この最強のリスクマネジメントツール、マニアーナはい。の法則っていうのがはい。紹介されてました。はい。で、なんかその前提が、あ、はい。そうですね。その効率は想像うん。力かける整理。で、う仕事の能力はスキルかける整理。つまり、なんかん。その整理がめちゃめちゃ大事だぞっていうことをうん。うん。なるほどね。言ってました。まだピンときてないけど、なるほどね。はい。うん。そうなんです。で、その、次のページいいですか。はい。で、そのこセれ、結構あれですね。一個に贅沢に使ってますね、これ。なんか なんていうか、スライドを一枚に一言しか載せてないみたいな、そうスなティーんブ・でジすョブよ。ズ的な。はいはいはい。なんかすすごごくい。簡単だなと思って。で、システムを改善し、整理のレベルを上げようって言っていました。はい。次。はい。で、はい。整理が満点になると得られる効果として、まあ、なんはい。かもっとあったんですけど、ちょっと抜粋して1はい。個上げたんですけど、はい。
生理が満点になると毎日予定通りに仕事が終わる、一日の仕事が明確になるので終わった終わらないも明確になる、うん、仕事が終わらなくても簡単に原因分析ができ改善点もすぐに見つかる、はい、メール処理、書類整理、電話応対などの日常業務が最短時間で済む、うん、長期のプロジェクトも最短時間で完了できる、うん、最適な仕事量が分かる、うん、ずっといつかやろうと思ってたことに着手できる、うん、仕事のフォローアップが完璧になる、はい、時間管理ができない相手に対処できる、うん、一日モチベーションを保って仕事をやり遂げられるようになる。ちなみにメロンさんはこれ全部本読んだんですか？ぶっちゃけ読みました。何点でした？100点満点中。いや、なんかちょっと実践しないと分かんないなと思ったんですけど、はい、70点ぐらい。無大点みたいな。でもなんか博士はもうやってるかな、はい、そうなっちゃいますよやっぱり。やってるかなと思ったんですけど、はい、でもなんか私も個人的にもなんか博士って仕事が多そうじゃないですか。多いんですよ。この後もライブがあって、はい、はい、なんかその処理してるのかなと思う。まあ一言で言うと Do it tomorrow だね。そうなんですね。いや嘘です、はい。嘘なんですか。そう、高田純次的なノリで言ったわけです。いや、なんか私は結構もっと残業とか、まあ、ゼミに遅れたり来たりしてるんですけど、はい、していて、で好きな仕事だから最初苦に思ってなかったんですけど、はい、最近なんかちょっとだんだん疲れてきたなと思って、ちょっと仕事の仕方変えたいなと。みどりんさんとかは仕事の仕方とか満足してるんですか？満足してないけど、はい、あ、でも私コロナになってから、うん、はい、コロナ禍になってからね。そうそうそう、はい、今お家でリモートワークしていて、はい、週3会社出てるんですけど、はい、休みをずらしてて、人が基本的にいない日に1日は出勤してるんです。だからみんなと関わるのが週2日しかなくて、はい、いいかも。ああ、そういうことね。それ単純に人間関係のストレスってことですね、さては。あ、なんか会社にいると多分すごい余計なこといろいろ頼まれるし、電話も受けないといけないじゃないですか。はい、確かに、ね。だから、なんかすごい自分の予定通りに進まないことに対して私はいつもイライラしてるんですよね。何時までにここまでやりたいとかいうのがいつもできないんですよ。そして何時までに帰るっていうのができなくて、いつもイライラしてるんですよね。なるほど。あ、分かります。でも私は在宅が、ね、在宅が入って家でこう仕事するとあんま邪魔が入らないんでスムーズにいくなっていうのがあったので、うんうん、逆にこの在宅が解除された時も、あ、そっか、解除されたのかも。あ、もうすぐその緊急事態宣言解除されたら多分解除されるんですよ、うん、でその時もなんか自分の時間があることの良さを味わっちゃったから、うんうん、なんかもうちょっとこの違うことをやっていきたいなみたいな。タネさんどうですか？仕事は、私も好きな仕事をやってるので割と楽しくやったんですけど、なんかわかんないけど最近あんまりやる気が出ないので、うん、とりあえず上鶴さんはミュートしてきました。はい。ちょっと最近やる気が出ないので何かヒントが得られたらいいなと思ってます、今日。ああ、よし、上鶴さんこんにちは。お顔をお見せお願いできましたでしょうか。あと、あの、なんかノイズが、電車ね、あ、電車だったらいいです。あの、そのまま音声なしで来ててください。はい、ではじゃあこんなことが得られますよってことですね。はい、はい、次いきますか。はい、お願いします。私マニアーナっていうのが、はい、あのスライドの情報が少なめで結構いや、かっこいいかっこいいと思うよこれ、うん。あの
スペイン語で明日っていう意味で。まあ、ニャラみたいな。ああ、そういうことか。いや私違うと思う。そんな感じじゃないと思う、多分。なるほど。あ、でもなんか想像できましたね。はいはい。できました？はい。なんかできました。明日っていう意味ですね。だから、へぇ。明日やろうってことですね。明日って意味なんだ。へぇ。はい。ちなみに博士はなんで、あ、すみません。なんでスペイン語なんですか？この人スペイン人？イギリスの人って言ってた気がするけど。この人何人だろう。なんかシエスタとか取る感覚での話をしてるわけ。何人か分かんないですけど、ね。確かイギリスでとか言ってなかったっけ。英国のビジネスコーチって言ってるけど、マーク・オスターとかなんかすごいイギリスっぽいよね。うん、スペインっぽくない。うん。なんとかジョルダーノとかじゃないもんね。うん。書いてないじゃん。ああ、まあまあ、なんでイギリス、あ、いかん、ドイツ出身の、あの映画監督ができた。はい。なんで、あのイタリア語なんでしょうね。なんでですかね。うん。スペイン語、スペイン語。あ、スペイン語か。博士はこの本をなんであのリストに入れてたんですか？あ、僕あのリストに入れてるのはなんか評価が高かったりとか、なんだろうな、うん、なんかこう注目されてる本とかは入れているんですよ。多分そういう理由で、あとそのまあもちろんタイトルも含めて読みたいなと思ったってことですけど、うん、だから全く読んでないですこれ。そうなんですね。読んでないし、おすすめしてたことも忘れてました。なんか口コミ、口コミ評価みたいな、アマゾンの評価みたいなのは、うん、なんかあの GDT でしたっけ ?GDP。ゲットシンクス、ゲットダウン、ゲットシンクスダウンね。GTD ね。GTD。要するに GDT だって書いてる人がいる、はい。あ、そうなんだ。なるほどね。ゲットシンクスダウンっていうやり方ね。はい。はいはい、じゃあ次いきます。カナさんどこ見てたいました今。すごい上の方ずっと見てませんでした今。あ、今ちょっとなんか虫がいて見てた。あ、虫ね、はいはいはい。次行きますか。はい。でなんかこのマニアの法則の根底にある考え方として、はい、そもそも、明日まで待てないほど緊急な仕事なんてほとんどないみたいな。はい、なるほど。人から頼まれたことでも、うん、なんか話しかけられたことでも、うん、全部明日に回して大丈夫なことがほとんどだって。そうかな。あるらしいです。なんか納品とかね、なんか、明日まで、なんだろう、あの、この日までに何人集めなさいとか、なんか、今、婚活サロンとかやってると、早めにやらないと人が集まらないとか、そういうのないのかな。でも、その日言われて、その日やらないといけないってことがあんまりないんじゃないですか。たまに、まあ、なんか上司がいたりすると、その上司がなんか適当だったりして、これ明日までやってほしいとか言ってきたりしない？あ、ありますね。でそれはなんか相手が悪いから、相手悪いね、なんか対応しなくていいみたいな書いてあります。出た、なるほどね。対応しなくていいか、そのまあ困りますと。はい、うんうんうん、分かった、 OK、 受け入れよう。明日まで待てないほど緊急な仕事はない。はい、でないので、このマニアの法則で、なんか仕事に1日分のバッファーゾーンを設けよう。そしたら明日、全てが明日から始まるんだよ、そうすると。そうですね。はい。なんかうん、そうですね。ただ、なんかほとんどの仕事がって言ってて、はい。まれにすぐやんなきゃいけない仕事もあるっていうのは出てます。ありますね、確かにね。はい、
ER とかね。ER？ なんかあの、救急外来みたいな。ああ、なんかそういうの出てましたね。なんかそういうし、もともとがそういう仕事は、はい。それが本来の仕事だから、はい。なんか消防士さんとかも、接客業とかも、はい。ああ、そうね、確かに。明日は髪切ってくださいとか言えないもんね。それはもう、明日やるじゃなくて、緊急の仕事っていうか、もともとそういう緊急の仕事としてシステムができているから、それは対応するべき仕事だと、はい。わかりました。はい、うん。ここは以上、もしかして。ここ以上です。あ、そうか。もうあの、あんまり一個ずつに言うことないんで。あ、そうか、そうか。書いてあることで、それ深いく喋るんじゃなくて、はい、書いてあることは そのままなんですね。OK。割とその、すいませんね。いいです、いいです、いいです。それ、そっちがいいかもしれない。紙芝居っぽくて。そう、紙芝居っぽい感じしてました。うんうん。で、マニアナの法則が、なんか2つ、まあ、基本的にこの2つだって言われてて、はい。1、新しく発生した仕事は、明日やるを基本にする。うんうんうん。なるほどね。はい。で、2、クローズリストを使う。はい。で、多分この後にクローズリストの説明とかが出てくると思うんで。はい。次お願いします。はい。ちょっと、あ、はい。はい、演出だ、これ。すごい、すごい。いや、なんかあの、プレゼン曲。プレゼンシートを元にして書いたんで、そのまま、はいはい、で次、1の説明いきます。新しく発生した仕事を明日やるを基本にする。はい。はい、次、お願いします。おーおーおー、そうなんだ。OK。これも私があのスライド動かしてるんで、あで、なんかその、あ、そもそもの考えみたいなので、はいはい、が説明があって、そもそも脳みそは理性の脳と衝動の脳がありまして、はい、これなんかフォントがかっこいいね、これ。なんかこれフォントが急に細くなったんですよね。で、前が太かったんですよ。作ったやつはその間だったんですけど、これよりもこれかっこいいね、これなんか。そうですよね、細くなりました、うん、細くなっただけじゃない気もするけどね、なんかかっこいいデザインが。まあいいや、理性の脳っていうのと衝動の脳が2つあると。これファスト&スローっぽいな、はい、ダニエル・カーネマンの。そうなんですね、うん、それファストと、うん、まあいいか、はい、いや、あるよ、そうじゃないのかな、あのなんかあるじゃん、その扁桃体と大脳進出みたいなことかな。はい。ああ。なんかそれ説明があって、はい、理性の脳とはセーフです。はい。体セーフね。はい、セーフです。体全体。ガバメントみたいなね。はい、ガバメント。はい。はい。体全体を動かす計画や規則を作っています。はい。で、衝動の脳はそれに対して考える脳ではない、ありません、はい、本能に従って直感的反射的に反応するのみです。大衆みたいなことかな。大衆、なんかあの支持率上がったり下がったりするやつかな、政府があるやつすると。いや、なんかもうちょっとそれ理性の脳な気もしますね、この本で。だって一方セーフって言ってるんでしょ、だって。一方セーフって言ったらもう一個なんか。ああ、確かに。そうですね。セーフって出してるの。なんかその、衝動の脳はあの古くからある動物的な脳みそ。はい。で、理性の脳は、計画的な、まあ、そのままです、はい、理性の、はい、理性的な、はい、ちょっと次お願いします。はい。それが書いてあるんですけど。なるほど。衝
衝動の脳は本能に従い直感的反射的に反応する。理性の脳は計画を立て実行を指示する。うん。次お願いします。はい。で、このなんか基本的に人間は衝動の脳が優位ですと。はい、そうですね。で、はい、次お願いします。でそれは衝動の脳っていうのは刺激に対してすぐ反応する、うん、はい、で理性の脳は思考して決断して行動するっていうステップを踏むと書いてました、はい、うんうん、衝動の脳は刺激があればすぐ反応するのに対して理性はちゃんと考えて決断して行動するっていう、はい、まあ、本当に理性的だよと、はい、そうですね、もうその 理性の説明って感じですけど、うん、次お願いします。見えてきたぞ。で、そのいつも衝動、基本的に衝動の方が優位だけど、うん、あの計画的に仕事をそのやるには理性の脳を常に優位に保ちなさいっていう、そのシステムがマーニャーナの法則らしいです。なるほど、はい、確かにこう、あ、早くメール返さなきゃとかそういう衝動脳じゃなくて、はい、あのゆっくり考えて、まあ、明日にまずしろと、そしてそのメール返す必要あるんですかみたいなちゃんと考えろと、うんうんうん、もっと全体像を見て優先順位とか考えてとか、そんなことですかね。そうですね、なんかよく博士がこ あのメールを返す時間をなんか一日空けなさいとか、うん、その次いつにしなさいみたいな、恋愛ね、はいはいはい、恋愛で言うと思う、ね、確かに、うん、何時から何時の間だけ返信しろとか、うん、なんかそういう感じと同じだなって思って読んでました。うん、そうね、確かにその怒りとか不安とかそういう場合は一日置けっていうのはこういうことかもね、はい、そうですね、なんかルールを作ってもそれ通りに、うん、動きなさいみたいな、うん、確かに GTD と似てるな。そうですか、ゲットシングスダウン、はい、あのゲットシングスダウンの場合は思いついたことはまずあの全てこう やることボックスに入れろと、全部入れるんですよ。まずやらないんですよ、だから入れるだけで、レビューっていうのを設けて、それ本当にやる必要ありますかっていうのを整理整頓するっていうのを設けてるんですよ。1日1回とか、うん、1週に1回とかね、はい、計画を立ててあのやるやらないをあの決めていくとで結構やらなくていいことが多いっていうのと、結構今 やろうと思ってもそれは確かに衝動的に今やりたいんだけど、衝動には従うなと、うんうんうん、で同時にそのやりたいことを全部その箱に入れるんで頭の中は空っぽになるんですよね。例えば、夕方までに何々しなきゃっていうのは頭の片隅にあると物事に集中できないんで、それ箱に入れて忘れろって言うんですよね。はい、それと似てますね、ちょっとね。それで GTD ではその自分が次にやることは前からスケジュール立ってるやつをやるんですか？それをね、振り分けていくんですよ。振り分ける作業はまずあるんですよ。ん、例えばなんだろうな、全部にタグつけるんですよね。もういろんなタグがついてるんですけど、例えば何々駅に近づいたらやるとか、あとは、まあ、時間のタグもありますね。最初に、今日見ておいて、数日後にもう一回見て完成するとか、あと1時間あったらやるとか、5分でできることとか、全部いろいろタグつけるんですよね。うんうん、でそうすると、その時一番できることをパパパパって終わらせられるっていう。うん、それはトゥードゥで、もう一個はあのカレンダーっていう。だから、計画ってカレンダーに関係することと、トゥードゥっていうその、まあ、締め切りあるかもしれないけど、カレンダーにそんな乗っかってないっていう、何時に会議とかじゃないものの2つに分けられて、うん、で、カレンダーはカレンダー、会議とかそういうの、これとか例えばカレンダーですよね、この、ゼミとかはカレンダーですよ。でも本を書くっていうのは、資料集めとかいろんな分解できますよね。はいはいはい。その資料集めっていうのは、どこどこ駅のそばに図書館があるとしたら、そこに近づいたら本を借りるでもいいですよね。あ、なるほど。頭が働くときにはマインドマップかなんかで、いろんなアイデアを出すっていうのもあるし、頭が働かないときには単純にその Amazon とかそういうのでこう関係する書籍を片っ端から買うとか
そうに分解していくんですよね。じゃあその決まったカレンダーに何も入ってない時間は、うん、にやることは自分でその GTD の中から選ぶんですか？選ぶ。あのタグをピッと押すと、あのオムニフォーカスっていう僕アプリを使ってるんだけど、例えば今日とかすごい頭が疲れてるんで、頭が疲れてるっていうタグを押すと、それでもできることがバッと並んで、それでもできることバーって終わらせるんですよね。そのタグ付けてどのタイミングでやるんですか？そのボックスに入れるときに。それがレビューって言われてて、まあ、大抵のことは急がないんで、本当に急ぐものはカレンダーに入れた方が良かったりするんですけど、急がないものは2週間に1回見直します。2週間に1回必ず、その見直しなさいっていうのが出てくるんですよ、ね。ちょっと上地さんミュートにしておきました。それでどのくらい、はい、あ大丈夫ですか？すいません。いやちょっと上地さんに言っとかないと。上地さん、あのノイズが大きいんでミュートにしましたけれども、あのノイズが少ない状態になったらあのミュートを取ってください。はいどうぞメロンさん。博士がその GTD に入れるこの項目は、うん、どのくらいちっちゃいことから入れるんですか？ものすごくちっちゃいことなんだろうな。あの、まあ、100円ショップで買うものとかもあるし、あ、GTD の基本としては本当に一つのタスクなんですよね。だから、なんだろうね。100円ショップで買うとか、あとは、検索して、いいハードディスクを探すとか、本を書くとしても、幸福に関する資料を図書館で借りるとか。はい。なんか、例えば、一定期間で必ずやらなきゃいけないことってあるじゃないですか。例えば掃除するとか、はいはいはい、そういったことは入れないんですか？それはね、あの僕はそれが GTD の正しい使い方かどうかわからないけど、週に1回掃除をするであれば週に1回レビューが来るようになっていて、そのレビューが、うん、あのリマインダーにもなっている。あとはそれが毎週日曜日であれば日曜日のカレンダーに入れとくと、それはそれでいいですよね。やる日にちが決まっていれば。それをやらないことってないんですか？うん、やらないことあります。やらなくてもいいです。そしたらどうなるんですか？後にそしたらまた 1週間後にまたレビューがやってくる。掃除その1週間ごとのこと以外のこととかでも、はい、なんかやりたくなくてやらないとかない？ああそれはある。あのね、だから思いつくこと全部箱に入れるじゃないですか。うん、思いつくすべきことは全部箱に入れるんだけど、結構やらなくていいことだらけなんですよ。うん、そしたらあの次の週まで、レビューを飛ばすとか、あるいはもう消しちゃってもいいんですよ。僕の中で僕消すのは結構勇気がいるんで、2年後とかにしてるものもあります、レビューを。すごい先ですね。そうそうそう、だから2年経つまで忘れていいよこのことはっていう。じゃあそれでもう約束の期限を切ったりはしないんですね。約束の期限があるものは、ちゃんとその期限をつけますね。その期限がつくと、カレンダーに入れます。例えばでカレンダーの日にちが過ぎると赤くなったりとか、あの丸1みたいについたりしますね。なるほど。なんか GTD の方が上位システムかもしれないですよね。そうなっちゃいますね。そうじゃないけど、そんなことない。わかんない、わかんない。そこまで苦労、なんだろう、そこまですごいじゃないけど、役立つことはこの本は入ってる気がしました。うん、そうですね。僕もそう思います。読んでないけど。はい、はい、次お願いします。はい。それでもシステムで解決しましょうっていうのが、また本当が違う本当になってる。はい、いやそうなんですよ。問題をシステムで解決する、はい、あそうだね、問題をシステムで解決する、システムで解決する。うん、確かに。チャプター2、はい、はい、次お願いします。はい。で、この衝動のコントロールできるシステムを作るんですけど、その時にも7つの原則っていうのを言われてて、はい、
1、明確なビジョンが存在する、はい、2、一時に集中する、3、少しずつ頻繁に行う、4、リミットを設ける、5、クローズドリストを使う、はい、6、突発の仕事を減らす、はい、7、コミットメントと興味を区別するってありました。はい、はい、次お願いします。はい、でそのこの、はい、一応全部説明があったんですけど、はい、3、4、5はなんか後で説明なんかこのがあるんで、1、2、6、7は先に説明があって、はい、それで次行ってもらってもいいですか。はい、でまずそのなんか制限なく仕事を引き受けるなって言ってて、うん、なんか成功への王道は一時に集中し、できたら次に進むという方法です。本当の仕事と忙しいだけの仕事を区別して、はい、忙しいだけの仕事を捨てなさいって言ってました、うん、で人に何か頼まれたときはまずノーというふうになんか癖つけろって。ちなみにこれっていつ頃出された本だっけ。いつでしたっけ。なんか勝野和代も似たこと言ってましたよね。そうなんですね。なんかノーというなんとかみたいな、なんか2016年か。あ、2016年、はい、でも完全版になる前に、はい、ある気がしてます、はい、なるほど。うん、ちょっと待って、マーク・ホスターのアマゾン著者ページ。ああ、それは何、いつだろうな、ちょっと待ってよ。なんかいまいちあれば、いつかわかんないな。Get everything done and still have time to play。 これもそうだかな。いつかというと、2007年ですね。もともとのバージョンは、はい。で、勝間和代の断る。断る力。2012年。ああ、それより後か。あれでも、Kindle 版だからな。まあ、この辺でもしかしたら断るの流行ったかもしれないな。でも一方であれですよね。ホリエモンとかは、どんどん一時に集中せずいろいろやれって言ってますよね。多動力とかで。うん、ああ、確かに。うん。あと一時に集中してたら、なんか飽きちゃいますよね。うん。うん。どういうことなんだろうね、これは。これ瞬間の話かもしれないですよね。瞬間の話。なんかさっき博士習慣ハビット、その瞬間なんか、ああ、いろいろあれやらなきゃこれやらなきゃとか、うんうん、そうか。例えば仕事中に電話がかかってきて中断されるのがダメっていうの、そういう話ってことね。そうかもしれない、うん、でもなんかそういう仕事書いてたけど、うん、一時に集中するちょっと読みます。はい、手掛ける仕事の数にリミットを設けることで力の分散を避けることができます。例えば、レストランでこれを食べると決めたら、それ以外の料理を食べることはできません。なことない。ところが、レストランでは一つのメニューに決められるのに、人生のメニューとなると一つに絞るのが難しくなるのはよくあることです。うん、仕事の成果を出すために、もっとやるべきことをやらなくてはと考えていませんか？
多くの場合あなたがしなければいけないのはその反対です。つまり成果が出ない原因は仕事を抱えすぎることにあるのです。うん、それはあるかもね。私の場合は食べどうぞ。私の場合は結構何？結構あります。ああ。でも反論としては食べ物はあのラーメンだけってこともなくチャーハンもと餃子も食べたくなりますけど。なるなる。あとはそうね、確かに。ただ3つぐらいは仕事欲しくないですかっていうのは、その例えば僕昔はその頭だけ使う仕事をしたいと思ってたんですけれども、それができる量って限界があって、何も考えないときに事務仕事があるとちょうどいいっていうのがあって、はい、あ、だから それを分けていると2つの仕事ができて、その別の仕事をしたいときに頭を使う仕事の息抜きになるっていう、うん、うん、あ、博士はその3つぐらいってさっきおっしゃったのは、うん、と事務的な仕事と頭を使う仕事ってもう一個何ですか？人に割り振るなマネジメントみたいな。ああ、はい、なるほど。確かに。うん、まあ本当はもっと細かく分けられますけどね。調査とか調査することとか、あとなんかパー考えることもパーッと広げていく仕事と整理していく仕事って結構頭の使う感じが違っていて、うん、うん、あと文章の見直すっていうのと文章を書くって仕事も結構違うんだよな。その こっちやりたいけどこっちやりたくないっていうのが分かれますね。うん、うん、でもその例えば何かを一時のことに集中すると、文章を書くってことだけだと多分すぐに限界が来そうだなとも思うっていう、うん、そういうことじゃないのかな。それともなんかその一時っていうのがどうなんだ、なんかもうちょっと広い意味なのかもしれないですね。うん、メロンさんピンとくるって言ったからどういうふうにピンときてるんですか？いや、なんかそのめちゃめちゃ仕事がいっぱい来るんですけど、なんか自分がこういうふうになりたい、うん、こういう仕事していきたいっていうものとそうじゃないものが、はい、いっぱいあって、そう、その自分がこういうのやりたいっていうのはすごい ほんの一部なんですよね。はい、 でもその仕事をやれるような時にはもうそれ以外の仕事がすごい山盛りあって、ああ、そうね、うん、多分このマニアの人が言いたそうなことですよね。確かに、うん、それですね。またなんかあの早く処理 しようとして、そのどんどん潰していくために早く処理するんですけど、うん、そうすればするほど、うん、なんか仕事が来ちゃって、うん、あるね、そうなっていかなくて、うん、だから多分そういうことだろうね、この人が言いたいのって、うん、はい、結構いつもなんかそうなんですよね。結構こう困るじゃないけど、頼まれたときまずノーと言うっていうのは確かみどりさんはそうでしたっけ？その逆でしたっけ？基本的になるべくあのすんなりとは受けない。そうですよね。だからこのマニアーナの法則を実践してるわけですかね。実践してるのかな。そういうことですね、うん。でも私結構いつもなんか時間に追われてる、うん、もっと断るってことじゃない？うん、確かに。でもさっきみどりさんが冒頭で言ってたそのやろうと思ってたことができないみたいな、うん、
そう、うん、それはもしかしてなんか突発でなんか頼まれるとか話しかけられる。突発はもうノーですよ。ノー。でもなんか結局諦めてますけどね、無理だからあ会社ではそうね、うん、そうね、うん、博士は断りますか。断りますね。あと人に振りますね、うん、でもなんだろうな、その僕にしかできない仕事が結構あるんで、そうすると断れないっていうか、はい、でもなんか自分にしかできない仕事をやるのがいいって書いてありました。そうね、うん、うん、じゃあ次行ってもいいですか。はい。でなんかその本当の仕事と忙しいだけの仕事を区別しろって書いてあって、それぞれが何、はい、本当の仕事って何かっていうのと忙しいだけの仕事が何かっていうのが表になってました。はい。読むと、本当の仕事は仕事や計画を前進させる、うん、忙しいだけの仕事は仕事や計画の前進のために必要な仕事を妨げる、本当の仕事は給与と利益の源泉、忙しいだけの仕事は給与利益の妨げ、本当の仕事は仕事の根幹に前向きな影響を与える、忙しいだけの仕事は仕事の根幹に悪影響を与える、本当の仕事はスキル知識のフル活用が必要、忙しいだけの仕事は高いスキル知識はいらない、余裕で処理できる、本当の仕事は辛い思いも必要、忙しいだけの仕事は楽な気持ちでできる、本当の仕事はチャレンジングだ、忙しいだけの仕事は簡単だ、本当の仕事はあなたしかできない、忙しいだけの仕事は誰にでもできるって書いてました。これもはや忙しいだけの仕事やらなくてもよくないですかここまで明確に分け切れるやつってあんまりない気が、うん、そうですよね、やらなきゃいけないからやるんですよね、そんな妨げまくってるけど。そうそうそうなんですよね。例えば何ですかね、なんか経費申請とかですかね。うーん、それ確かに忙しいだけの仕事だけど何か利益があるから忙しいだけだけどやってるのかなと思ったんですけど。確かに。だから多分あれじゃない、今やっている仕事に対して一個一個この基準を当てはめてけってどっちですかってことを問えってことじゃないの。あ、例えば A っていう仕事をあなたがやってるとしたら、それはあなたにしかできませんか、誰にでもできますか、できるんだったらそれは本当の仕事じゃないですねみたいな、うん、ああ、なるほど。でも全部確かにそういうことかもしれないです。でもなんかこれこの考えをするとすごい悲しくなってくる私はどういうことですか？え？悲しいって。なんか本当の仕事をしてないんじゃないかって言われてる感じがすごい。もう全部右側ってこと。いや、そんなことないけど、でもだって本当の仕事っていうのがよくわからないけど、この人が言ってる。そのどんどんそのどれもやらないといけない仕事だけど、どんどんそれが量が時間に追いつかなくて忙しくなっていくって感じなんですよね、うん、でも大体みんなそうなんじゃないんですかねって思うんだけど。そう思います、うん、うん、
確かに仕事の単位が小さいとチームが小さいと簡単な仕事もあるけど、うん、簡単な仕事も誰かがやらなきゃいけないから それは自分がやるってこともありますもんね。うん、この著者はどんな仕事をしてる人なんですか？あれ何でしたっけ？ビジネスなんだっけ？ビジネスコーチ。ビジネスコーチ。もともとは。地上の空論だけで生きてんじゃない？なんか、ずっとコーチングもあったかもしれないな、なんかそういうの。実際の会社の中では使いにくいみたいな声があった気がします。ああ、アマゾンの評価とかで。そう、アマゾンの、その。でもさっきの博士の話だと、博士は自分しかできないかどうかは判断基準に入れてるってことですよね。うん、そうしないと、なんていうか、僕の場合は僕にしかできないことをしないとお金がもったいないですね。なんだろう、例えばその時間ちゃんとその恋愛のなんか相談とかしてた方が稼げるっていうか、その時間エクセルでなんか表とか作っててもしょうがないっていうか。それが明確な人にはいいんですかね。ただそのなんだろうな、例えばマイマリッジスクールっていうサロンをやってるけど、他の人も忙しいんですよね。他の人も例えばデザインが得意な人とか、ウェブデザイン、あとプログラムが得意な人がいて、何にもできないって人がほとんどいないんですよね。で、そうすると誰にでもできるって仕事を他の人にも触れないんですよね。他の人も専門的な仕事してるんで、じゃあ自分がやるしかないっていう。うん、あと楽な気持ちでできるって仕事もしてないと辛いなとも思うけどね。うん、確かに。給与利益の妨げっていうのも、なんていうの、最善って分かりますかね。善と最善で最善を取るっていうか、うん、ちょっと今僕の後ろでいろいろ声聞こえます？いや、聞こえない。聞こえない？ OK、OK、OK。さすが。iPod、AirPods Pro の力だな。じゃあいいですけど、給与利益の妨げっていうのも、僕は例えば、恋愛相談に乗らずに、掃除の、その会社でなんか、掃除みたいな仕事とか、書類整理とかしてたとしたら、その分、利益を、減っちゃうわけじゃないですか、同じことをするとしたら。資料整理も確かに利益にはつながるかもしれないけど、もっとできる、もっと利益につながることをしてないっていう意味では妨げになりますもんね。そう考えると、最善の会社の利益にとって最善のことをし続けろっていう意味だったら分かりますね、これは。だからあなたのできてる、あなた以外でできる仕事は誰でもできることしかできない人に振りなさいと。そうすれば給与利益の差もだけならない厳正になりますと。はい。で、仕事や計画を前進させるのに何が一番いいのかって考えて行動しろとかね。そうすると会議を1個減らせとかよくあるパターンだけど、そういう話になるかもね。辛い思いも必要、楽な気持ちでできる。これなんかちょっと、なんていうかな、辛い思いも必要ということは、辛くなくてもいいってことでもあるもんね。そうですね。楽な気持ちしかないだったら分かるけど。そうですね。それはどっちもあるみたいな感じで書いてますね。楽な気持ちでできる、かつ忙しくないっていうのもありますもんね。
あとあれだよな、会社で働いている場合に、忙しくないけど右のことだけやってる人っていっぱいいて、それってなんていうか、そっちに憧れるっていうか、そっちの方が幸福そうに見えるっていうか、お昼食べてきますとか言って、なんか簡単で誰でもできて、楽な気持ちでできて、お昼食べて、で帰ってくみたいな。うん、で悪くないじゃんと思うけどね。うん、で6時ぐらいからあのフィットネスジムに行くみたいな、最高と思うけどね。憧れます。で左側の辛い思いもしながらチャレンジングで自分しかできないことをやってる人の方がちょい不幸な気もするっていう。その分やりがいとかがあるってことですかね。やりがいね。じゃああれだよね、本当の仕事で忙しい仕事の真ん中がいいよね。そんな頑張らなくてもやりがいがある仕事。そうそう、楽な気持ちでできるけど時々たまに辛い思いする。いや辛い思い嫌だな。チャレンジング、そうね、チャレンジングみんなしたいわけじゃない、したいわけではない気もするんだよね。うん、でもなんか右側だけでも飽きちゃいそうですけどね。なんかどう思った？確かになんかそうね、飽きが生きがいがないみたいなことはありますよね。うん、6時にかくるのを待ち続ける毎日になりそう。うん。それも悪くないかも。だからほら、生き方の問題もあるな。これだから、だけど、その多分その、この本書いてる人って、企業のトップとか、管理者層とかに助言するんじゃないかと思っていて、うん、ちょっと待ってよ。一般のなんかサラリーマンにするのか、それとも、こう企業幹部、あ、個人事業主ですもんね。そうしたら企業幹部にはそれ右側で働いてもらっては困るわけですよ。つまり簡単に誰もできる、左側で働いてもらわないと、本当の仕事をしてもらわないとダメですもんね。それだったら分かりますよ。うん、でも 一個人だったら、あの忙しいだけの仕事って書かれた簡単で誰でもできる楽な気持ちでできる仕事が例えば8割で2割がチャレンジングであなたしかできないでも十分いいって思っちゃいますけどね。うんうんうん、確かに割合ではあるかもですね。うん。あと、それでいいとさらに断るっていうね。あ、できませんって。ワークライフバランス。はい。はい、じゃあ次いきます。そうか。で、なんか、ジョーとミ。どこから持ってきたんですか？え？カビツリさん来ました。あ、すいません、戻りました。はい、この絵はどうしたんですか？この絵はイラスト屋？あ、なんかフリーの素材を、イラスト屋じゃないです。時間かけてる、時間かけてますね。いや、そんな方が元々あるやつですよ。スペイン人か。スペイン人と右側イギリス人ですか？わかんないです、適当なの貼っただけなんで。はいはい。でなんか自動車整備士のジョーとミックっていうのが出てて、まあ、腕があるジョーと、うん、はい、腕はそこそこだけど時間管理能力が抜群のミック。うん、イラスト合ってるな。なんか雰囲気合ってますか？合ってます、合ってます。次お願いします。はい、これだけかい。あれの、あ、そっか。それだけじゃないな。人物紹介だけだった。説明ありましたね。これ紹介だけだもんね。この二人、そうなんですね。で、次行きますっていう。あ、ジョーは、ありました、説明が。よかった。私の整備士で、何でも一人でやる職人タイプで、整理整頓とは無限です。はい。点検や修理を頼まれるといつでも持ってきてと引き受けてしまいます。はい、いるな、そういう人。
はい、だから、修理工場にはいつも10台以上の車が並んでいて、修理や点検待ちの車もあれば、作業中のものもあり、進み具合もまちまちです。はい。いつでも持ってきては顧客にとって嬉しいサービスですが、長い間時間が使えないのなら良いサービスとは言えません。うん、お客さんが自分の車を取り返しに来ないのはいても無駄だと諦めているからです。うん、作業が終わる時期が見えないのでっていうことみたいです。お客さんにとっても良くないみたいな、うん。そういう人いますね、確かにね。でも大抵のあれですよね、自動車整備工場 の何社長さんとかそういう職人さんってカレンダーみたいなのがあって、いやこの時期に来てくれないと無理だなとか普通言いますもんね。そうですよね。いつでも持ってきてとかないですよね。あんまりそんなイメージないですよね。うん。で次が、ミックで、うん、腕は徐々に落ちますが管理能力が抜群です。修理の予約状況を確実に把握していて、いつでも修理日の指定が可能です。大体の修理日数も教えてくれるし、工場の修理能力を把握しているので、簡単なものは即日仕上げもできます。うん、用途の大きな違いはもうミックが仕事に満足していることです。ジョーは？ジョーは満足してないってこと？ジョーは自分の状況を何とかしたいと思っていますが、現実は変えられません。なるほどね。だからその仕事が全部自分の管理下にあるわけだな、ミックはね。そうですね。うん。腰に手を当てている理由が分かったよ。腰が痛いんですか？いや、違うわ。腰に手を当ててる理由はあれですよ、俺できてるだろうみたいな。あ、でも両方手を当ててますよ。この右側のジョーの方は、俺って仕事すげえできるって言って、なんか技術すげえぜって。はい、じゃあ次お願いします。でこの2人の差はい、って書いてあって、次、はい、いや、これでジョーだけ読めばいいですかね。うん、ジョーのダメなところは、1、仕事に制限を設定していない。2、新しい仕事にすぐ反応する。3、同時にいくつもの仕事をする。4、1日にできる仕事量を把握していない。5、毎日に1日分の仕事を終えられない。うん、ミックは1日分の仕事って難しいよな。1日分の仕事って、だから朝見積もった仕事が終わらないってことですね。そうですね。うん、なるほど。で、ミックはそれが全部できると。うん。なるほど。はい。勝手に次行っちゃうか。あ、お願いします。もうこれ、サクサク。これイラスト屋だな、さては。イラスト屋に憧れてて使ってみたかったんですよ。いや、確かに一回使ってみたくなるね。はい、一回使ってみて。簡単でしたね、使い方。あ、まず机に置けと思うな、その資料を。まあ仕事が自分に降りかかっているっていうイラストなんですけど。あ、これもともと一つのイラストなんですか？それとも二つ？あ、二つでした。あ、書類のイラスト頭につけたんです。メロンさん面白いことしてますね。確かに振りかかってきたイメージです。次お願いします。ああ、ね、これね、はい、同じイラストなんですけど、で、その自分と仕事との間にバッファーゾーンを取る、もう設けなさいって書いてあって、はい、距離を次々に来る仕事を入れるバッファーゾーンを設け、そこで一度整理すると。はい、じゃあ次お願いします。はい、
で、その時にその3つの箱に分けなさいって言ってて、今すぐやるか、今日やるか、明日やる。うん。その3つに振り分けなさいって言ってます。うん。今すぐやると、今日やると、明日やるね。はい。明後日やるはないわけだな。明後日やるも あるみたいですけど、その後で出てきましたけど、明日やるに入るみたいです、それでは。はい、なるほどね。今日やらないってことね。そう、今日やらないって。うん。で、ほとんどその明日やるに入れろって書いてました。なるほど。はい。ここがなんか、1週間後に膨大な、あの、なんていうの、ゴミ処理のなんか、すごいでっかいゴミのなんか山になりそうだな、明日やるのところが。はい、なんかあるじゃん、あの、核燃料の処理とかで、ほとんど明日やるんだって大変なことになったみたいな、核処理問題で。核の廃棄物みたいな、はい、ごめんなさい。あ、では次いきますね。はい。あれ、メモさんが止まっちゃった。あれ、僕が止まった。あれ、インターネットの接続が悪くなってる。なんで、ちょっと待ってください。明日今ね、あのインターネットの接続が悪くなってます。微妙な表情。あ、戻った。あ、今、インターネットの接続が悪くなってます。サーバーにつなぎました。カフェのところで二重になってません？なんていうか。僕じゃないの、誰かのところで二重になってる。あ、大丈夫だ。あ、治りました、はい。ありがとうございます。で、クローズリストを使う。はい。はい、次お願いします。はい。で、なんかオープンリストとクローズリストっていうのが比べられていて、その通常のトゥードゥーリストが、はい、オープンリストだって言ってるんですね。はい。で、オープンリストっていうのは新しい仕事が追加されるため仕事をコントロールできない、うん、項目が増えるほどより抵抗が大きく取り掛かりにくくなり効率が低下するリストだらしいんですよね。で、それに対してそのクローズリストっていうのはチェックリストで仕事に制限を設ける手法、うん、リストを、こっちの場合はそのオープンリスト違ってリストが細分化して項目が増えるほど作業効率が上昇するらしい、うん、うん。だから無限に増えるわけじゃないってことですね、クローズリストは。そうですよね。はい。細分化するってことは何だろう。なんでしょうね。まあ、婚活サロンを始めるだとしたら、先生を集めるとか、そういうふうに、あるいは、お金の面を考えるとか、そんなふうにこう細分化していって、作業効率を上げていくところですね。うん、そうです。ああ、なるほど。はい。あ、で、その、あ、次お願いします。トゥードゥーリスト絶対やめろみたいな書いてあって。ほうほう。その理由が、その3つ解決できないことがあるって書いてあって、うん、仕事の効率が悪いこと、仕事を抱えすぎていること、日常業務の時間が足りない、はい、この3つはトゥードゥーリストで優先順位をつけても解決しませんって言ってました。うんうん、マキさんが来ましたね。遅れました。いや、本当だ。なるほどね。みんなやってそうですけどね、トゥードゥーリストでつけて優先順位をつけるって。私めちゃめちゃやってましたね。うん。で、それをやるなって書いてあって、次お願いします、うん、あれ？で、ここからじゃあ実際どうやるのみたいな、うんうんうん、書いてあってめちゃめちゃ具体的だったんですけど、はい、はい、お願いします。
まずなんかタスクダイアリーをつけなさいって書いてあって、うん、タスクダイアリーっていうのはタスクを管理するための1日1ページ形式の日記帳、これがバッファーゾーンとして機能しますって書いてました、うん、はい、うん、でこの、まあ、1日1ページなんで、でそのページは1枚ずつ、うん、同じ構成になっていて、はい、1前日より前に予定されたタスク、うん、2前日に発生した新たなタスク、うん、基本的にその朝一で今日やるタスクを書いていくんですけど、はい、この今日にだけを今日やるって決めたことだけ書くらしいんですよね。で、で仕事してくると人に何か頼まれたりまたすると思うんですけど、うん、でその頼まれた時点でさっきのそのボックス分類をやって今日やるっていう風に、あ、今やる、今すぐやるは、まあ、その場ですぐ処理して、今日やるってなったものだけ、うん、そのこの1と2の下に点線を引いて3としてタスクを書き込むらしいです、うん、はい、だからこのページには今日やることしか書いてないんですよね。でもはい、それ以外のことっていうのを忘れちゃうじゃないですか、別のページに書くってこと。あ、そうそうそうです。ああ、今すぐやることは今すぐやっていいんですか。今すぐやることは今すぐやっていいらしいんですけど、でも5分のミーティングでもやるなんて書いてます。何やるんですか、今すぐ。後で返事しますっていう LINE を送るみたいな。ああ、でもそういうのかもしれない。それすらもでも GTD の場合はなんか2分以内って言ってますね。うーん、2分以内でできることだけやっていいって。うーん、そういう明確なのがある方がいいですよね。うん、それは書いてなかったです。明確なその線引きはなかった。うん、タスクダイアリーを毎日書くのに1時間ぐらいかかりそうだなじゃあ次お願いします。はい。で、そのなんかメリットが書いてあって、はい。タスクダイアリーのメリット4つですね。新たな1、新たなタスクに衝動的に反応するのを防ぐ。2、書くことで今日中に、うん、明日やるかを理性的に判断できる。3、最終項目の下に線が引いてあるので、その下の仕事は追加仕事と分かる。過去後で評価できる。4、仕事に追われる原因はクローズリストにない仕事をした可能性が高い。それをチェックして自分の仕事を評価できる。うん、そのリストにあるものが終わらなかった場合は、うん、突発的な仕事に反応しちゃった可能性が高いらしくて、うん、それは後で自分で一日の終わりに反省して気づけるってことらしい。なるほどね。うん、こういうアプリとか出てるのかな。出てそうですね。なんか出てそうですよ、ね、でもこれなんか普通のメモとかでやれるなって、うん、ちょっとこの 2,3 日やってみたんですけど。おお、さすが。いや、意外と良かったです。すごい。まあまあ、なーにや、これ言いにくいんだよね。なんかた、ないな、そんなアプリは。なんかない、あんまり。あ、なんか紹介されてたっけな。メロンさんは何でやったんですか。なんかメモ帳とかにやったんですか。私、本当ただのメモ帳に、Mac のメモ帳に、何月何日みたいにして。うん。で、今日頼まれたやつは、次の日のとこに書いておきました。うん、それ明日やるっていう意味ね。明日のページを作っといて、うん、
でもなんか1日や2日とか、まあ、3週間ぐらいはできるけど、そこからだんだん破綻してきそうな予感がするんだよね。そうですね、私まだ、うん、始めたばっかだから、なんかあの繁忙期とか、なんか急にめちゃくちゃ仕事を起こす時期に完全に破綻するみたいな、そのタスクダイアリーを書いてるだけで一日が終わってきそうな感じになるみたいな。いやでもなんかそれはもうなんかそういう時期になると書かなくなるらしいんですよね。そうね、それ書いてあるよ、それ。それどうやってやればいい？どうする？だからその書かなくなるとその整理しなくなるから、はい。とにかくなんか良くないっていうか。そうなんですよ。ここが今マイマレッジスクールやってるじゃないですか。でなんかあの、その月に相談できない場合は翌月に繰り越せるっていうのをしたんですよね。うん、ただあの10ヶ月で、マイマレッジスクールって終わるんで、最後の月はめちゃくちゃみんな繰り越したやつを入れてくださるわけですよ。それが今月なんですよ、今月。だからもう一日中相談乗ってて、あの、うん、マニアーナにしてる場合じゃないっていうか。はい、で今その何、あの9時からライブがあって、ライブの後にもう一回相談があるみたいな。これ崩壊しますよね。今崩壊寸前です、今。やばいですね。はい。そういう時は来るんですよ。あの例えば何ヶ月に一回かぐらいね、うん。その瞬間破綻するよなっていう。で、その、オムニフォーカスとかで、レビューとかあるんだけど、今レビューが溜まっちゃってるんですよ。あの見る時間がなくて。それが今、今日でいくつなんだろう。92個レビューしなくちゃいけなくて、レビューがレビューをしてる時間がないんでっていうことが起きそうだなと思うんだよね。あ、そう、タスクダイアリーやったとしてもしても出ないってことですね。そうそう、そういう時にどうするかを教えてほしいけど、まあそれは後の話かな、この本。ちなみに結局高度な、はい、行動的な反応は絶対してなさそうだと思うんですけど。衝動的な反応ね、はい。そう、なるべくしないようにしてるかも。はい、ただ、なんだろう、あの、電話相談とかで、電話相談もやってるじゃないですか。すごく深刻で、今すぐ答えてくれって聞いた人がたまにいるんですよ。あの、今相談に乗ってくれないと、明日私は生きていられるかどうかわからないぐらいのことを言ってくる方がいて、そうですね。そうすると僕の中のノーと言える僕がイエスと言ってしまうみたいなことが起きますよね。うん、それ実際にあの相談聞いて本当に緊急だったりするんですか？難しいな。ただその人が精神的に追い詰められてるのは分かる、うん、で精神的に追い詰められてる人って、うん、なんだろうね、もうなんていうか、もうね、明後日にしてくださいっていうことは凄まじく怖いっていうか、うん、今僕電話相談が4月何日かまで埋まってるけど、それはその人が埋めてますからね。その人一人でですか？その人が次々と埋めてくんですよ。怖い。毎日ぐらいのレベルでってことですか？そうそう、だからそれはあの僕が、まあ、明日相談乗るから4月1日の分も買っておいてくださいって言うと、それを買って、うん、はい、1回何分ですか、ファシの電話スポート。1回1時間。あ、はい、じゃあ結構大変ですね。1時間ずっと聞いてんですよね。そうそう、いや、喋ってもいますけどね、はい、うん、あのただなんていうか、月に10個しか答えないって決めてるんですよ、マナーニアの法則に従って。だから10個以上になると、あの翌月に、だから僕の相談今何だか23日ぐらいで終わって、次も4月1日になってるんですよね。それはあの3月分がもう終わったんで、ただね、焦ってる人は今すぐ乗ってほしいんで4月の分を買ってるんですよ。だからまあそういうふうなことになると破綻する方向に
ていくと、うん、はい、だからね、あれなんですよ、トゥードゥーリストにしろ、その、仕事のマネジメントとかタスクのマネジメントって結構永遠のテーマで、僕の中ではまだ100点の方法を見つけた人はいないと思ってるんですけどね。うん、博士は相当追求してそうですよね。相当追求してる、はい、この破綻を、破綻問題なんとかして博士でもまだ見出せないんですか。ここそうなんですよ、見出せない、うんうん、ただなんだろう、一つの諦めとして、まあ時間管理をするためには1日1時間とか 1.5 時間ぐらいはかかるよっていうのはしょうがないって諦めてはいるんですよ。あ、それ言ってましたよね。それすごいですよね。管理の時間ですか。そうです。そうすることでが一番効率がいいと。で、本当誰かが神みたいな人が、いやそんなもん30分で済みますよって言ったら飛びつきますけどね。そんなにあるですね。整理だけ1時間半。まあ1時間から1時間半。だから、でもそれといっても、あれですよ、朝起きて、椅子に座ってっていうこともだけではなくて、夜寝る前に横になりながらレビューをするみたいなこともやってますけどね。うん、合わせてっていう。はい、でも、そんぐらい振り返ったり、整理する時間を取ってるってことなんですね。そう、それが本当に最善と言えるのかは分からないっていう。でも、そこまで、振り返る必要なある人って少ない気がするんですけど、はい、そうか、こう一部の私たちってか、私なんか多分そこまでそんなことはしなくてもいい気がする、うん、そうね、30分ぐらい済むかもね、例えば普通は、うん、それが何だろう、もうずっとやってるんで、例えば2年前にトゥードゥーリストに入れたことが2年ぶりにレビューとして回ってきてそっかそっか、どんどん溜まっていくっていうね、だから核廃棄物のように捨てられずに溜まっていく問題が起きるんですよね、うん、はい、今日、うん、その92個のあるレビューのうちの1個は何だっけ、天津飯食べたいっていうそれもタスクなんですか。王将で天津飯食べたいっていう、はい、これはもう決してない可能性もありますね。それでも2年後か、それは 12週間ぶりに来ましたね、これは。でもそれそういうのも入れてもいいんだそう思うとなんかちょっとご褒美タイムっぽくないですか、それ。あ、今日はじゃあここでこれを食べないといけないんだと思っていけばいいんですもんね。そうね、だからただこれはランチっていうタグがついてたりするんですよ。ランチっていうタグでパッと押すと、そういえば天津、何食べたら、天津飯するかとかいうふうになるんですよね。ありますよ。だから、これは、どうぞ。博士がチェックするレビューっていうのは、別にすぐやることとは限らん、はい、それを見たからやらなきゃいけないってわけではないんですね。はい、そう、流されるだけ。例えば、長女にその理系の文章を読ませるっていうのがタスクに入ってて、どんなそれは5週間ぶりに回ってくる。だから、なんだろう。理系の文章ってそういう、まあ、本が結構あるんですよ、子供向けのね、うん、でそれで理系的な、うん、考えを身につけてほしいっていうのを思いついたんですよ、ある時ね、うん、でも5週間寝かしてあって、それはどういうタグがついてるかっていうと、長女の名前のタグがついてるんで、なんか長女の名前をポッと押すといろんなタグがバーってできて、これを伝えようとか伝えないとか、はい、その12週ぶりとか5週ぶりというのは自分で設定したんですか。設定しました。自分で毎回変えられます。レビューするために変える。もうちょっと後でいいやとか、もうちょっと早くしようとか変えられるっていうこと。はい。本当は消すべき、ね、ものもありますけど、消すことはあまりせずに、あと、まあ今はそんなに、だからつまりこの、例えば天津飯食べたいっていうのは、あと12週間ぐらい経っても、多分まだ食べたいだろうと。食べたいと思うときが来るだろうと。だから残しておくんですよ。残してあるんですよね。王将の美味しいですもんね。美味しいんですよ、うん、はい、
あとレノ、うちにあるそのタワーパス、タワー PC がレノボっていうんですけど、レノボのタワー PC があるんですけど、うん、その保証期間が今月の3月27日に切れるんですよね。で、それは、5日ごとに今はレビューとして出てきますね。はい、修理するんですか？そういうわけではなく。で、ギリギリに何かあったら修理したいなと思ってて。それ期限切れたら優勝になっちゃうんで、ね、うん、博士がか考える一番その時間の使い方がうまい人って誰ですか？人、時間の使い方うまい人ってどうだろうな。いや、みんなが知らない人ですね。芸能人ってことですか？有名人、例えばバフェットとかビル・ゲイツとかそんな感じなのかなと思って。ビル・ゲイツの時間使う方はちょっと把握してないんですけど、例えばですね、有名な人、そのやっぱりビジネスで成功してると思うんですよね、時間使い方うまいから。いや、成功してから、成功はどうだろうな、時間使い方うまいから成功したとは限らないけど、まあ才能がなかったら成功しないかもしれない。時間の使い方うまそうな人、そうね、分かんないな、あんまりいないな。ないんですね。と思う人はいないな、うん、時間をうまく使おうとしてる人はいっぱいいますけどね、うん、なんか会社の社長とかって秘書がそういうのを管理してそうな感じがするんですけど、人のことは管理できるんですかね。自分が重要だと思ってることって伝えてないと分かんないじゃないですか。また別なのかな。会社の社長で時間使い方うまい人、会社の社長って結構特権があるんでね、その、うん、本当に明日に回せるっていう、ありますもんね。あんまり思いつかないな。特にそうとも思わない、うん、別にみんなそれなりに悩んでると思いますけど、うん、そのこの本を書いてる人とか、その、GTD 書いてる人とかも、それなりにうまいから書いてるわけですよね。自分が管理する能力に欠けてると思うから。下手したら、僕と同じことで悩んでるかもよ。時々破綻するんだよね。そしたら、あるーとか言うかもしれない。僕、指さして。あるよね、それみたいな。うん、ちょっとなんかでも、研究したいですね。そうね、だから最近分かったのは、その、トゥードゥっていうことと、まあ、クローズリストでもいいけど、と、カレンダーと、もう一個、なんていうか、習慣っていう、多分3つぐらいに分けられるかなと思ってますけどね。私もなんか、予定を自分で立てるんですけど、はい、結構それって、はい、余裕を持ったつもりでも、なんかギリギリになったら、風邪をひいたりとかいうこともあるんで、なんかその風邪をひくっていうのも予定に入れといた方が年に何回かはあることなのでいいのかなと思ったりしました。そしたらその分時間を長く、なんか僕の友人のお医者さんがいて、東北大学のお医者さんで、その人すごい僕は、まあ、尊敬する人の一人なんだけど、その人も時間管理きちんとしてるんだけど、風邪をひいたらもう全ての優先順位を変えて風邪を治すに集中してます、それ自身も尊敬できますね。すごいですね。でも何もできなくなるみたいな。ああ、それはいいですね。風邪ひきそうな時、コントロールもできるんですけど。OK。すいません。はい。次行きますか？次行きましょうか。時間があと10分ぐらいなんですよ。今日はあれがあるんですよ。早いんですよね。マイマリが。最悪でも55分に終わらないと、次の、必ずやらない緊急タスクが入ってるんで。じゃあ先に、ウィルドゥーリストを作成する。ウィルドゥーリスト、まあ、さっき多分出たのと同じ感じなんですけど、必ずその日にやるとコミットした仕事だけのクローズリスト、その日にすることを決めたらそれを終えるまで仕事を加えてはいけない、その日の最初にするファーストタスクがそのリストの最初で、明日のリスト作成
明日やる仕事のリスト作成がその最後の仕事に必ずなりますって、うんうんうん、その日の最初にするファーストタスクが最初で、これなんか重複してないか小泉構文みたいな感じすいません、リストのこリストウィルドゥーリストの最初がその日最初にするファーストタスク、うんはいはい、確かにファーストっていうのめっちゃファーストの最初か、そうなんですよね、うん、うんうん、そうですね、はい、リストの最後が明日って明日やることを書くことって書いてました。うん、じゃあ鉛筆で書いてるとしたら消しゴムで消して上下で、ま、毎回入れ替えたりしなくちゃいけないんですね。そんなことする人いないか。コピペして、だからメロンさんとかもコピペして上下入れ替えたり何回もするわけですね。そうですね、あの次の私はもう次のとこをページに書いていってましたけど。ああそうだね、はいはいはい、1ページにせずにね、はい、なるほど。次何でしたっけ、次何か貼ってました。あ、これ、あ、比較表が、比較表がまたあったんで、貼りました。うん。うん。ウィルドゥーリストとトゥードゥーリスト。はい。ウィルドゥーリストとトゥードゥーリスト。ウィルドゥーリストは、クローズリストで、その日に必ずすると決めた仕事で、毎日完了させる。仕事ごとに複数のクローズリストができる。あ、これ縦に読んじゃった。原則として仕事の追加はない。今日やるべき仕事のみ。類似の仕事を一括処理する効率が良い、うん、それに対してトゥードゥーリストはオープンリストで、なるべくその日にやるつもりの仕事、毎日完了するとは限らない。それぞれ独立した仕事の雑多な集まり、常に新しい項目が追加される。さまざまな時期の仕事、決まりはない、バラバラに処理する、効率が悪い。これでもね、ウィルドゥーリストみたいなのも僕作ってるんですけど、時間とともにあのだんだんオープンリストっぽくなってくるんですよね。あ、私もこの 2,3 日やっただけなんですけど、本当そうなりました。終わんなかったんです。そうそうそうこぼれて、こぼれてくるんですよねこぼれて明日に行ってこぼれ続けてますね、うん、今のとこ。こぼれたらどうするっては書いてないんですね。こぼれたら、うん、はい、ちょっと書いてあったかな。あ、僕とかはだからこぼれたらさらにWill do の優先のとこにフラッグをつけるんですよね。そしてフラッグがついてないのが、うん、あの明日やるにしてるけど、そのフラッグからもさらにこぼれていくっていうあ、なんか一応ありました、やり残しの仕事が溜まってしまったらファーストタスクにして、うん、次の日の朝一にやるらしいです、うん、それをやってるな。そうしていくうちになんかすごい膨らみ上がってくるんだよな。やり残しの仕事が積み上がった原因を必ず突き止めてくださいって書いてます。そうですよね。人に振るしかないな、そしたら。わかりました。はい。でも、まあ、そうね。そういう問題も出てくるでしょうね。あと7分ぐらいですよ。じゃあ最後に、最後。もう最後？あれ？これ？もうすぐ最後です。あ、違う。ダッシュ法っていうのもういいですけどね。なんかこれ面白いなと思ったんですけど、なんか通常のいろんな業務をなんかとにかく5分ずつ回してやれみたいな、はいはい、やり方が出てて、はい、でそのまずそのここの例であるのはメール、手紙、電話、ファイリング、オフィスの整理、会計処理ってあったら、それをもう順番に5分ずつ完全に区切ってやるらしいんですよ。はい。で、それが終わったら次もう1回2ターン目であの最初のメール行くじゃないですか。行きますね、はい。で、その時にその5分で完了しなかったやつはもうなんか5分増やして10分割り当てるらしいんですね。はい。うん、
で完了した仕事は5分もう一回割り振るって書いてあるんですけど、ちょっとそれがよく分かんなくて、完了したらもうないんじゃないのって思ったんですけど。はいはいはい、本当はね。そのまあ、完了した仕事で終わったってことにするってことはな。はい。そうなんですよね。5分割り振って、うん、で、その、もう一巡するときには、またその、前回、その10分にしたものが10分で終わらなかったら、増やす。5分？ん？これ違うな。10分間出してて未完了ならさらに5分増やす。未完了だったらプラス5分ですね。はい。完了した5分。はい、新たな仕事が入れば5分間出して取り込む。うん、これ何のためにやってるんですか、これは。なこれが効率がいいらしいです。脳のリフレッシュだったかな。ポモドーロ法みたいですかね。ポモドーロ法みたいな。なんかその、あ、1個前のスライド言ってもらっていいですか。はい。あの、先送りを防止する方法で出てました。おお、なるほど。なんか、5分とか短い時間だけでか、とにかく取りかかるってことが大事らしくて、先延ばしにしてる仕事を、ね、なんかしっかりやろうとするとどんどんこう重くなっていくから、うん、5分だけとかでいいからとにかく回して やるようにするっていうことらしかったです。しっかりランチを取る、なんかこれ夏の先送り防止法がなんかすごい休むことばっかりで、本当だ、休憩を取るっていっぱい書いていいなと思ったんです。それはやってるっていう、はい、はい、衝動の脳を騙すって何ですか。衝動の脳を騙す、衝動の脳を騙すは、なんか仕事をするわけじゃない、ちょっと見るだけだと声に出して見るのです。あ、はい、今レポートを書くわけじゃない、ちょっとファイルを取り出すだけだ。今怒っているお客さんに電話するわけじゃない、電話番号を調べるだけだ。今机の作業をするわけじゃない、クリップを定位置に戻すだけだ。なんだっけ、あのガマガエルを食べてしまいだっけ、なんかそういう本ありますよね。知りません？知らない、知らない。なんか、カエルを食べてしまいだとかな、ちょっと検索しよう。食べてしまえ。カエルを食べてしまえって本があって、結構有名な本なんですけど、ブライアン・トレイシーって人が書いてるんですけど、カエルって絶対食べたくないですよね。はい、だから、こう、みんなその最初のに仕事をするまではめちゃくちゃ大変らしくて、でそれを知ってしまえば結構始まっちゃえば結構やるらしいんですよね。世の中でうまくいく人とうまくいかない人の違いって、嫌な仕事をパッとできるかできないかにかかってるっていう、やり始められるかどうか、取りかかるのか、そう取りかかるまでが嫌なんですよ、取りかかっちゃうと結構やるっていう。あ、だからそれですよね、今の話はね、8番っていうの、そのなんか見るだけだっていうのやってみようかなと思います。ダッシュ法もそうかもね、はい、5分だったらちょっと集中してやろうかなって気になりますよね。とりあえずやり始めてみようっていう感覚でしょうね。さあ、あとどうですかね。そんな感じでした。はい、これやってる？あ、それがなんかこの日本人の役者の人が実際やったやつを載せてましたね。ウィルドゥーリスト。字が綺麗すぎて本当に、これ本当にやったのかと思っちゃうね。これ絶対わざわざ書いてますね。そうでしたね。
あれもうさっき話したかもしれないですけど、あのオープンリストとクローズリストって何に対してオープンでクローズなんですか？それは、制限をするかどうかみたいな。制限をするのがクローズってことなんだ。もうこれ以上増やさない、今日やるものは順番上からやる、新しく突発的に入ってきた仕事を明日に回そうっていう感じ。ああ、わかりました。よし、他ありますか？もちさんどうですか？途中から参加されましたか？何かありますか？質問とか。今のところ大丈夫です。今のところ大丈夫。OK! じゃあ終わりにしますか、今日は。少なくとも録画を終えますか。はい、いや、よかった、よかったです。はい、大変。わかりやすかったです。でも僕はあれですけどね。まあ、ちょっといくつかやってみます。はい、ありがとうございました。じゃあ録画を止めます。さよなら。